みんなには大切な人はいるかな？今回ご紹介するのは、大切な人との時間がいかに貴重なものなのかを教えてくれるスレッド。涙なしに見られないこの話、ぜひハンカチを用意してから見てね。ある約束を果たしたので、気持ちの整理も含めて話していこうと思う。もう10年近く前のことなので、曖昧な箇所はあると思いますが、興味ある人は覗いていってください。今年に16歳になりました。仕事も充実してるし、2年付き合っている彼女もいます。先週プロポーズをしてきました。約束というのは昔付き合っていた彼女の両親との約束です。君が誰かを幸せにする日まで、それまでお願いするよ。田舎の港町で生まれた俺は、不真面目でいわゆるドキュンだった。田舎なので遊ぶところもなく、毎日ゲーセン業売ったり、夜遅くにはナンパ業売ったりとそれくらいしかやることがなかった。中学2年の冬に、ゲーセンでナンパをしたのが前の彼女です。当時彼女は高校2年、4つ上で見た目は160センチくらいの、細身で俺の理想の顔立ちと、完璧だった。遊びのつもりだったんです。毎日遊びに誘ってあわよくば、一発やろうと思ってました。しかし、ガードが固くなかなか相手にしてもらえませんでした。やっとことで誘いに OK してくれても、行くところは図書館で読書とか、ちょこっとした買い物だったりと、正直つまらなかったです。俺が、カラオケとか行こうよ、と誘っても、図書館の方が面白いからやだよ、とあっさり断られ、結局一日を図書館で、彼女の隣に座って絵本ばかり読んでいました。この時ですでに何度か付き合って、と告白しているのだが、見事に振られている。この時の一致はいわゆる不良、やんちゃをしてたみたいだね。理由は、年の差が嫌だからと言っていた。この彼女と出会ってからは、ドキュン仲間とは全然遊ばなくなっていた。付き合いが悪くなったとか散々言われたけど、どうでもよかった。そうこうしているうちに中学3年に上がり、彼女も高校3年になり忙しくなっていった。俺はスポーツ推薦で夏の時点で高校が決まっており、暇を持て余していた。彼女は少しの暇を見つけて、俺のことを構ってくれていた。そして、秋になった。突然彼女から、今日うちでご飯食べない？両親が空いたんだって。一瞬、頭が真っ白になった。付き合ってもいない女の子の、両親が空いたがるなんて、普通のことじゃないね。何があるんだろう。どういうことだ、別に彼氏でも何でもないのに、会いたいって、やべえ超緊張する。もちろん大好きな彼女からの、誘いなので、了承して彼女と家へと、向かった。着く間に、なんで？とかお父さんどんな人？とかいろいろ聞いたけど、彼女もわかんないって笑ってた。ここで得た情報は、両親ともに学校の教師ということ。教師という人種ともともと合わない俺は OK したことを、心から後悔した。家に着いた、大きなドアを開けるといい匂いがして、お母さんが迎えてくれた。礼儀だけは、小さい頃から叩き込まれていたので、軽く挨拶と自己紹介を、した。不良の一致と教師の、両親、嫌な予感がするね。もううちの娘と会わないでくれとか、言われるのかな。とりあえず一致が礼儀だけは分かっていそうで、よかったよ。なんだこれ切ない。はじめまして、一致です。彼女さんとは仲良くさささあくあわらせで、FTGYF 事故 LP、派手に噛んだ。お母さんは、あやこ、かり、からよく聞いてますよ。やんちゃな子って聞いてたけど、全然そうは見えないわねって、笑ってた。そのままリビングへ通されると、ソファにお父さんが座ってた。ちょっと顔怖い。お邪魔します。恐る恐ると頭を下げると、お父さんは、なんだ全然普通の子じゃないか。まあ、座りなさい。とソファをポンポンしてる。一体、あやこは俺のことをなんて言ってたんだろう。あやこは、着替えてくるねと言い残しリビングからいなくなった。まさに拷問タイムの始まりである。ソファに座り、小さくなっている俺にお父さんが、話しかけてくる。あやこの彼氏なのか？あいや、違います。ただの友達なのか？まあ、はいそうです。台所からお母さんが、お腹すいたでしょ？もう少しでできるから待っててね。高校は決まっているのか？あ、一応スポーツやってまして。その推薦もらえたので。おお、確か柔道だったね。おじさんも昔やってたんだよ。あ、そうなんすかわらわら。あとなんかいろいろ質問されたけど、忘れた。あやこが戻ってきて、お母さんの手伝いに行った。そして食事の準備が終わって、食卓に案内された。すげえ、超豪華。しかも俺の好きなものばかりだ。一致をもてなしてくれる両親。その優しさが逆に怖いよね。ご飯を美味しくいただき、片付けが終わり雑談タイムが始まった。遊んでいる時のあやこはどうか、とか今までどんな悪いことしてきたのか、とか。まあ普通の雑談だった。あやこはずっとニコニコしてたのが、印象に残ってる。夜もすっかり遅くなり、そろそろ帰ろうとしたところお父さんが、一くん、今日は泊まっていきなさい。親御さんには私から電話してあげるから。え？泊まり？わらわら、いやわらわら。それはさすがにと断ると、遠慮なんてするんじゃないよ。一緒に温泉に行こう。泊まり温泉すかわらわら。あやこは、明日休みだし、いいんじゃない？マリオカートしようよ。と、キラキラしてた。断りきれないと諦めた俺は、持っていた PHS で父親へと、電話をして事情を話し、お父さんへと代わり説明してもらった。その日はお父さんと温泉へ行って、遅くまであやことゲームをして、お父さんと一緒に寝た。中学を卒業するまでこういう関係が続いた。休みの前になると、お父さんから電話が入り、泊まりにおいでよと誘われたり、
綾子と遊んだ帰りはそのまま夕ご飯をごちそうになったり、この頃からもうさすがに緊張はなくなっていたし、一緒に食器洗ったりとかも平気でしていた。一致を受け入れてくれる優しい家族だね。ほう、そろそろパンツ脱いでおくか。パンツはしっかり履いててくれ。綾子は無事第一志望だった大学に受かった。考えないようにしていたことがもうすぐそこまで来ていた。綾子は都会の大学を志望していたので離れてしまう。別に付き合っていたわけではないのだけれど、寂しい気持ちでいっぱいになってしまうので、考えないようにしていた。そして、綾子の高校卒業の日、俺は新聞配達とお年玉を合わせて指輪をプレゼントした。卒業おめでとう、これ、お祝い。涙目になっていた。もうすぐ離れてしまうことが嫌だった。綾子がそめに年の差が理由で付き合うのを拒んでいたことも納得できるね。付き合ってはいなくともお互いが気持ちのあるまま離れるのは相当辛いよね。24の時点で付き合ってたの ?25。まだ付き合ってなかった。綾子は、ありがとう、嬉しいよ。それで、一に話があるの。涙を腕で拭って、綾子を見た。一のことがずっと好きでした。私と付き合ってください。顔を真っ赤にして綾子はそう言った。嬉しい反面離れてしまうのに、綾子はそれでいいの?と聞いたら、ちゃんと休みは帰ってくるよ、浮気もしない。私が真面目なのは知ってるでしょ?だから一も浮気はしないでね。君は不真面目だからね。嬉しさのあまり抱きしめてた。ドラマのような展開だね。やっぱり綾子も一のことが好きだったんだね。その後綾子も俺に指輪という名の首輪を買ってくれた。そしてここで綾子のバージンをいただきました。それからは綾子が学校始まるまでずっと一緒にいた。お互い学校が始まったのだが、入学早々俺は先輩ドキュンに目をつけられ、校舎裏で複数にボコボコにされる。後日やり返し、学校にバレ一発退学処分となった。両親には殴られなかったが、綾子の父親に思いっきり殴られた。お前はなんですぐに俺に言わない、なんとでもできただろうが。呼び出され1時間以上説教された。やってしまったものは仕方がない。どうするんだ?これから。とりあえず、バイトでもしようと思ってます。正直何も考えてなかった。なんて綾子に言い訳しようかとそればかり考えていたからだ。綾子パパは、それなら綾子のとこに行きなさい。向こうで働けるところを探してやるから、その方が私も安心できる。ここまでイッチのことを気にかけてくれるお父さんはとっても優しいね。この時点で、まだ綾子は退学になったことは知らないです。すぐに返事はしなかった。そんなことより、綾子になんて説明しようかそればかり考えていた。その日の夜に綾子と電話で話をした。俺、いきなりなんだけどさ。聞いてる、早く用意しなさい。俺、綾子はすでにお父さんから聞いていたみたいで、怒られなかった。とにかく早く用意をして。こっちに来いとのことだった。正直不安だったし、中卒で働くところなんてあるのかわかんないし。先立つお金もなかった。俺は祖父に頭を下げ、東京までの旅費を出してもらった。祖父は無言で俺にお金の入った封筒を渡し、何かあったらすぐに電話をしろと言ってくれた。早くして寒い。40パンツ履いてくれ。封筒の中には10万円は言っていた。うわわらわら金持ち来た。これわらわらスカイメイトを取得して片道羽田までの航空券を取った。出発の前の日、綾子のお父さんと話をした。お前はこれから大変だぞ。覚悟はあるのか？俺、すいません、まだわからないです。勉強はいつでもできる。なんなら俺や母さんが教えてやることもできる。だけどな、高校生活というものはもう二度と体験はできないんだからな。余談だが、綾子のお父さんは俺の高校に退学をなんとか取り消してもらえないか掛け合ってくれていたらしい。一致のために高校に退学取り消しを持ちかけてくれるなんて、お父さんは本当に一致のことを息子だと思っているようだね。結構みんな見てくれてるんだな。初めてのすれたてだからなんか緊張する。不良だった一致が綾子と出会って丸くなり、綾子の両親にも気に入られ、ほっこりする話だね。はよはよ、住民たちも続きが気になってるみたいだね。空港まで綾子のお父さんとお母さんが送ってくれた。出発直前、綾子のお母さんがお弁当を渡してくれた。お父さんは、綾子のこと頼むな、何かあったらすぐに連絡しろよ。そう言ってくれた。飛行機の中で弁当を食べた。全部俺の好きなものだった。涙が出た。思い出すとちょっと泣けてきた。この後状況編です。一旦区切って質問などあれば答えます。特になければ続きを書きます。温かい弁当に、温かい言葉。一致の気持ちも察することができるね。47なんで先輩にやられたん。48田舎のドキュンはちょっと目立つとこうなるんです。あと同級生が俺に彼女がいるってことを言ったからみたいな感じです。2年付き合っている彼女、綾子じゃないってこと。50綾子じゃないです。なんかすでに泣いてしまいそうだ。この先を読むのが辛いよ。じゃあ続きいきます。書きためないので遅くても勘弁してください。羽田空港に着いた俺はまず人の多さに唖然とした。平日なのにみんなどこ行くんだよ。そんな第一印象だった。綾子と待ち合わせをしていたので、空港の掲示板を頼りに目的地まで行くのだが、迷いに迷って目的地に着いたのは到着から40分後ぐらいだった。しばらくぶりに会う綾子は少し垢抜けたような都会の女の子になっていた。
あやこ。遅いよ、もう少しで帰ろうかと思った。ごめん、人多くて迷ったよ。途端、あやこは泣き出した。テンパる俺。周りの人はチラ見していくだけ。いきなりどしたん。あやこ、寂しかったんだよ。泣きしむ気配がなく、近くの椅子に座ってなだめ続けた。説明、ようやっと泣き止み、電車、モノレールに乗ってあやこの住む地域へ。家に着くまでの間、俺は説教タイムを受けていた。なぜ我慢できなかったのか。なんですぐにお父さんに相談しなかったのか。一の親は空港に来なかったの ?65、来ませんでした。本当の両親と一致は仲が良くないのだろうか。説教タイムを経てあやこの家に着いた。終始俺は謝ってばかりいた。そんなことよりあやこに会えたことの方が嬉しくて。あんまり聞いてなかったんだけどね。1LDK の小綺麗な部屋だった。その日の疲れていたので夜ご飯は祖父からもらったお金で、焼肉を食べに行った。帰ってきて少しまったりした後二人でベッドに行った。そして寝ながらこれからについて少し話をした。読みたいような読みたくないような。あやこどうなってしまうん?全くのノープランだった俺は不安しかないこと。学校を辞めたくなかったこと。両親が俺に無関心なこと。いろんなことをあやこに話した。あやこは、うん、そうだね。辛かったね。もう大丈夫だよ。などと慰めてくれていた。先が怖い。その日は泣き疲れて、多分俺が先に寝た。夜中に目が覚めて、目を開けるとあやこは隣でずっと俺の頭を撫でてくれていた。起きてたの?そう聞くとあやこは、たまたま目が覚めただけだよ。疲れてるんだから寝なさい。そのまま眠りに落ちていった。起きたのは昼過ぎだった。あやこも姿はなく、テーブルの上に手紙があった。冷蔵庫に朝ごはん入ってるから、食べてね。あとパパが電話してだってさ、行ってきます。帰りは夕方くらいになるからね。冷蔵庫のご飯を食べてお父さんに電話をした。もしもし、一です。やっと起きたか。すいません、ちょっと疲れてたみたいです。何をして疲れてたんだかあえて、聞かないけどな。いやいや、何もしてないです。まあ、いいよ。仕事の話なんだけどな、うちの親戚に土方というか、とび職の会社やってる人がいるんだけど、そこで使ってもらいなさい。ただ年齢的にまずいらしいから、18歳ということにしてるから話を合わせるんだぞ。いいな。え、いいんですか?ダメに決まってるだろう、とりあえず電話してなさい、電話番号が。わかりました。一致の仕事の手配をしてくれるというお父さん。やはり一致のことを本当の息子のように思っているのだろうね。この時一致っていくつなんだ ?79。この時は5月で15です。6月になれば16ですね。本当だったら今頃一致は高校生だ。あ、もしもし、一致と申しますが。ああ、話は聞いてるよ。なんか大変だね、わら。なんか軽い人が電話に出た。あのお仕事の話なんですけど。うん、とりあえず明日にでも一回会って話をしようか。わかりました。どちらに行けばよろしいですか?いいよ、いいよ、そっちの家に行くよ。めいっ子にも会いたいからね。夜に行くからその時またあやこにでも連絡するから。はい、よろしくお願いします。そんな感じで電話は終わった。すぐにお父さんに電話をした。仕事先の人もいい人そうだ。一致は人に恵まれているね。話の流れを説明してお礼を言って切った。時間を持て余した俺は周囲を散策することにした。都会といっても外れの方だったので、その辺をブラブラしてみることに、駅前は人多いなぁとか、パチンコ屋の客層どうかなぁとか、マードキュン的目線で散策した。夕方までうろついて、あやこが帰ってくるのを家で待ってた。7時頃にあやこは帰ってきた。お帰り。ただいま、いい子にしてた?そんな甘いやり取りをして、その日はあやこの手料理を一緒に食べた。食べながら今日やってたことを話したら、あやこはニコニコしながら聞いてくれてた。その日は一緒にお風呂に行って、久しぶりにせ、素をして寝た。次の日は早起きをして掃除と洗濯をした。あやこはやんなくていいよなんて言ってたが、そんなわけにもいかない無職だしね。さすがに料理はできないので朝ごはんは作れなかったが、あやこは喜んでくれた。朝玄関から見送る時にふと気づいた。卒業の時にあげた指輪を左手の薬指につけているあやこに、今まではずっと右手の薬指だったのに、ちょっと嬉しくなった。その日から俺も左手の薬指につけ始めることにした。散策も飽きたので近くのパチンコ屋に行ってみた。結果は、なんとびっくり10王で7000枚も出してしまったのである。一気にお金持ちになった俺はあやこに何かプレゼントを買ってあげたくなった。近くのアクセサリーショップに行っていろいろ見て可愛いネックレスがあったのでそれを買ってあやこの帰りを待った。真っ先にあやこへのプレゼントを思いつくなんて。一致は本当にあやこのことが好きなんだね。あやこは喜んでくれるかな。あやこは昨日と同じような時間に帰ってきた。おじさん9時くらいに来るって。わかった。あ、これプレゼントわら。ん?何これ、どうしたの?いやー、昼間に暇でちょっとパチンコ屋に行ったら、買っちゃってわら。少し驚いた表情のあやこ。サプライズ成功か?ありえない。え?何考えてるの?まだ1は15なんだよ。パチンコ屋って18からだよね。捕まったり補導されたらどうするの?最悪強制送還なんだよ。あ、いや。何も考えてないんだね。一致の期待をよそにあやこは一致を叱りつけた。ただそれは一致を思ってのことだよね。お前が悪い。確かにこれは完全に一致が悪い。
でもイッチの気持ちもわかるよ。ごめん、でも勝ったしサワラ。そういうのはどうでもいい。ごめん。まあ、いいや。しばらく沈黙が続き。ご飯食べよう。おじさん来ちゃうよ。あ、うん、手伝うよ。何も言い返せないイッチ。ネックレスはそのままテーブルの上に置いたままだった。ひたすら俺は、ごめん、もうしない。ちゃんと考えるから、ごめん。とか手伝いながら謝っていた。先が、読みたくない。あやこはすごい怒ってたと思う。全く笑わなかったしね。ご飯を食べ終えて、すぐにおじさんがやってきた。会うなり、一発殴られた。動揺するイッチ。いやー、うちの可愛いね、一個に手出したからには一発くらいは殴られてもらわないとね。ちなみにこのおじさんがチムチです。おじさんもやんちゃしたから、あんまり人のこと言えんけどね。はぁ、仕事の話はついてるから、来月から働いてもらうよ。おじさんは優しいんだか怖いんだか、よろしくお願いします。ここに毎朝迎えに来るから、そのまま現場で仕事してもらうからね。道具はこっちで揃えるから、また来週にでも持ってくるよ。すいません、お願いします。うちの姪っ子泣かせたら殴られるだけじゃ、すまないからそのつもりで。ニコニコしながら言われた。はい、わかりました。やっぱり怖いかもしれない。俺が殴られたのを見て、あやこはすっきりしたみたいで、その日もお風呂入ってセスして、寝た。そういえばスペック書いてなかったんだけど、需要あるかな。101。あるから書け。続きもわよ。みんなもイッチのスペックは気になるよね。1スペック。身長177。体重70。普通面。元柔道部。あやこ。162センチ。体重49とかだったかな。天使。続行します。仕事も決まったので、住所を地元からこっちに移すことにした。役所に行って手続きをしていると、実家から電話がかかってきた。もしもし。ああ、駅か。お前の部屋なんだけど、全部処分することになったから。急な電話に動揺するイッチ。は？なんで？お前、学校辞めたし家にいないし、いらないだろ。勝手に処分とか何考えてんの？ここらお前んちじゃねえから。母親からだった。非常にも母親は実家にあるイッチのものを処分するという。イッチとあまり仲良くないのかな？相変わらずのクズっぷりを発揮してた。まあ、俺もクズだったからいいんだけどね。イッチ家ではいつものことらしいね。それから仕事の日まで、朝早起きして掃除洗濯。あやこが休みの日は、デート。仲良く過ごしていた。おじさんが仕事道具も届けてくれて、準備はすべて整った。仕事は辛かったけど、もともと体強かったから、すぐに慣れたし、同僚もドキュンが多かったから、友達もすぐにできた。あやこは大学生活を満喫していたし、このまますべてが順調に進むと思っていた。6月から気がつけば半年経っていた。12月、雪のない12月を過ごすのは生まれて初めてかもしれない。正月に帰省するかどうかを、あやこと話していた。俺帰る家ないからわらわら。うちに来ればいいじゃん今さら。まあ、そうなんだろうけど。てか、私なんか熱っぽいんだよね。風邪か？お腹出して寝てるからわら。あんたが迫ってくるからでしょ。え、すわらわら。この時一致はただの風邪だと思っていた。俺たちは帰省することに決めた。だけど、あやこの体調が良くなかったので、様子を見てからということに。そんなある日事件が起きた。朝目が覚めると、隣にいるはずのあやこがいない。風呂場の方から物音がしたので。あやこ、どうしたん？あやこは洗面所でうずくまっていた。おい、どうしたん？なんか気持ち悪くて。病院行く？大丈夫なん？ん？できちゃったかも。え？イッチは頭の中が真っ白になった。確かに、割と生でやったりしてたけど、中には出したことほとんどなかったんだ。俺一瞬真っ白になった。うむ？おろす？生活どうなる？あ、お父さんに殴られる？イッチはどうすればいいかわからなくなった。一瞬の沈黙の後に俺は、そっか、とりあえず病院行こうか。ごめんね。病院に行くと、妊娠10週目だった。やはりあやこは妊娠していたみたいだね。待合室で待ってる間、いろんなことを考えた。責任取らなければ、とか、男だし、俺は何をしてやれるのか、とか、考えた末俺はあやこに。あやこはどうしたい？長い沈黙。私は一の子供だから、産みたいよ。あやこの出した答えは、産みたい、だった。そっか、わかった。正月、実家帰ろう。あやこの今にも泣き出しそうな顔を見て決心がついた。あやこは結構つわりがひどく。毎日洗面所とにらめっこをしていた。俺にできることといえば、家事全般と背中をさすったり、足をマッサージしたりとそのくらいだった。正月に帰ることをお父さんに電話した。もしもし1です。おお、待ってたよ。はい、正月2人で帰ろうと思います。それで、俺実家ないんで。いいよいいよ、息子みたいなもんだろ、わら。相変わらずお父さんは息子のように扱ってくれたみたいだね。はい、ありがとうございます。それで大事な話もあるのでよろしくお願いします。殴られる準備をしておきなさい。はい。じゃ、また帰る時に連絡します。お父さんは何かを察したようにそう言ったんだろうね。いざ帰省。殴られる準備も、話す内容も前日にあやことリハしたし準備はOKだ。地元の空港に着くと、お父さんが迎えに来ていた。すいません、遅くなりました。荷物をすべて俺が持っていたことを見て、お父さんは、わかったらしい。これは最近聞きましたわらわら。やっぱりお父さんはわかっていたんだね。少し痩せたんじゃないか？余分な肉が落ちたみたいですねわら。
あやこ、お父さんただいま。おかえり、こっちは寒いから暖かくしなきゃな。あやこの家に帰り、お父さんの部屋に俺だけ呼ばれた。いいぞ、話せ。俺は全てを話した。一致はお父さんに全てを話した。18になったら結婚したいこと。このままこの仕事で食べていくこと。子供を産むこと。全てを話し終え、あとは殴られるだけ。わかった、支援はする。え？一致はお父さんの予想外の答えに唖然としたみたいだ。一の両親と話がしたい。近いうちに連絡しなさい。わかりました。今回は殴らないでやる。どうせ殴っても虚しいだけだしな。あやこと二人で決めたんだろう。それなら何も言えんよ。この歳でおじいちゃんか。母はらすいません。一致の予想とは裏腹に優しくしてくれるお父さんに。少し戸惑いがあったけど嬉しかったみたいだよ。あやこは、よかったね、と笑ってた。お母さんは、女の子がいいわとかはしゃいでたな。お父さんは男の子が良かったみたいだけどね。一尾綾子の家でゆっくりして、翌日の12月30日に、実家へ二人で向かった。最初、俺だけで行くからいいよって言ってたんだけど、綾子がどうしても行きたいって言うから一緒に行くことに。実家へ帰ると、母親、祖父に祖母がいた。話があるからと、リビングに集まってもらった。いきなりなんだけど、俺この子と結婚するから、お腹に俺の子供もいる。その報告をしに来たんだ。母親、あんたは何考えてんの？どういうつもり？祖母、本当にイキちゃんの子なの？そう来ると思ってたよ。俺に子供だし、しっかり働いてる。これからのことも考えてるし、向こうのご両親からは支援もいただける。こっちには迷惑をかけないよ。一致は待ってましたかと言わんばかりに、母と祖母に対抗した。なんかいろいろとはめいていたが、祖父の一言で解決する。祖父、黙りなさい。わかった。向こうにご挨拶をしなければならないが、私と父親で行こう。昔から、じいちゃんと父ちゃんだけは俺の味方だった。じいちゃんに惚れた、じいちゃん、かっこええ。スレ住民たちもおじいちゃんの男気に惚れてるみたいだね。その後、じいちゃんの部屋で3人で話をした。じいちゃんはずっと一のことをよろしく、とか体は辛くないのか、とか、あやこのことを気にかけてくれていた。じいちゃんは父さんに電話をしていた。すぐに帰ってこい、一と嫁さんが来てる。それだけ言ってガチャ切りしてたのに、笑ったわら。ほどなくして、父ちゃんが帰ってきた。父ちゃんはあまり家に帰ってこない。仕事の関係上、事務所で寝泊まりする方が楽なんだそうだ。父、おかえり、あ、はじめまして、一の父です。いつも息子がお世話になってます。で、お父さん、嫁って、じいちゃん、この子のことだよ、あやこさん。父、俺、あ、父ちゃん、あのネクアワラ S ワラデフェ GRHTJY クL、2メートルくらいぶ飛んだ。多分背負い投げかなんかされた。あやこは目を丸くして若干笑ってる。父ちゃん、お前は、ガキのくせに、ずっと半端なことしてんじゃねえぞ、ごらー。父ちゃん、無双始まるよ、父ちゃん。表出ろや。じいちゃん、あやこさん、寒くないかい？息は早く行け。俺、この後外というか、ガレージで殴り合いをした。一方的に俺がやられてるだけだったが。父ちゃん、いいな。父ちゃんもかっけえなわら。無双が終わり、この後あやこの家にみんなで向かった。じいちゃんとあやこはなんか会話が弾んでた。俺はダメージが回復しきってないので、疲れていた。父ちゃんはすっきりした顔していた。あやこの家に着き、ドアを開けてもらった瞬間、じいちゃんと父ちゃんがジャンピング土下座をしていた。なんだかんだでイッチのお父さんも、イッチのことを思ってるんだね。俺、無言で引きずり込まれた。お父さんもお母さんも唖然としていた。お父さん、とりあえず上がってください。あれ？今若干笑ってたぞ。リビングでみんなで話をした。話の内容は、ほとんどがうちからの謝罪と、これからどうするかという話。あやこは休学させてもらって、地元で産むことに。俺はその間、出張でも何でもして、お金を稼ぐ。結婚は18になったらする。結婚式はその時にじいちゃんが全額出すとのこと。話もまとまり、お父さんと父ちゃんとじいちゃんはそのまま飲みに出かけていった。一致も覚悟を決めたみたいだね。一致とあやこの両親も仲良く過ごせそうだね。元気なじいちゃんだな。何歳なんだろ。146。その時は74だったかな。今生きてれば85か、86だったと思う。一致はすでにおじいちゃんが亡くなっていることをみんなに明かしたよ。そのまま俺たちは1月6日まで地元でまったり過ごした。安産祈願もしたし、仲良かった友達にも報告した。ここで一旦区切ろうと思います。何か質問あれば答えます。ここで一致はすれ住民たちに質問を募集したよ。一致はどんな仕事してるん？忙しすぎやろ。176。父ちゃんを継いで探偵やってます。探偵とはこれまたドラマみたいな職業だね。これにはすれ住民たちも、仕事かっこいいわら。探偵って、父ちゃん探偵やってたんか。ばちゃんと母ちゃんが嫌いで家にいなかったわけじゃないんやな。地元でゆっくり正月を過ごした俺たちは、東京へと戻った。俺はすぐに仕事だったが、あやこはまだ冬休み中だった。休学手続きや、東京の友人に報告を済ましたあやこは3月に地元へ戻ることに。その間俺に料理や家事選択を教えてくれていた。もともとの料理はできなかったが、興味があった俺はすぐにある程度のことはできるようになった。3月までの間、2人してインフルエンザにかかったり、俺が二輪の免許を取ったりいろいろあったが、
なんとか乗り越え、綾子は地元へ戻っていった。予定日は8月10日。大変だけど幸せそうな生活を送れてよかったね。そこからは毎日仕事の日々、朝から夕方まではとび職、夜から朝方まではコンビニでバイト、寝る間も惜しんでお金を貯めた。とび職のおじさんは、父親になるんだから、ちゃんと稼がないとダメだぞって言って、いつもより優しい原骨をもらい、日当をあげてもらった。おじさんも理解を示しているみたいだね。毎日綾子に連絡をして、体調大丈夫?とかお腹大きくなってきたよとか、忙しくて大変だったけど、幸せだった。6月になり、俺は17歳になった。綾子からプレゼントが届いた。お腹のエコー写真と、ピアスだった。もうかなり大きくなっていた、そのエコー写真はしっかり財布に入れた。ピアスはお互い片耳につけるために、とのことだった。8月になり、いよいよ予定日が近づいてきた。おじさんが、生まれるまでは地元にいてもいいぞ、と言ってくれたので、俺は地元へ帰ることにした。コンビニのバイトの仲間も、温かく見送ってくれた。久しぶりに会う綾子は、長かった髪をバッサリと切り、なんだか少し、お母さんみたいな感じになっていた。ただいま、綾子。お帰りなさい、すごい元気だよ、もうすぐ会えるね。すごい、緊張するわらわら父親ってわら。綾子。わかるよ、君は緊張するといつも、耳触るもんね。そうかなわら。緊張すると耳を触る癖を、綾子に見抜かれ、照れながら嬉しそうにしているエッチ。帰ったその日は、お父さんと父ちゃんとじいちゃんの、4人で、飲みに行った。17歳だったけど時効だよね。延々と父親になるということについて、語られた。その次の日だった。予定より少し早く陣痛が始まり、すぐに病院へ。男ども4人は二日酔いでダウンしながらも病院へ。夜中に帰ってきてお母さんにみんなして怒られた。あっさり出産は終わった。本当拍子抜けするほど何も問題なく生まれてきた。あらかじめ性別は聞かなかったんだけど、綾子は女の子のような気がする笑って言ってたな。結果は目元が綾子に、鼻筋は俺に似た女の子だった。お母さんお喜び。男たちは男の子がいいって言ってたのだが、いざ生まれてきた子供を見て顔が緩みっぱなし。俺は大号泣していた。出産の後大号泣したというエッチ。やっぱり自分の子供が生まれると泣くほど嬉しいよね。綾子のところに行き話をした。他の人たちは空気を読んで化石を外してくれていた。俺、お疲れ様、可愛い女の子だったよわら。綾子、お猿さんみたいだった君に似てくれるといいね。きっと君に似たら背が高くてモデルさんみたいになるよ。俺の似たらバカになっちゃうからダメだよわら。綾子、そんなことないよ。あとね、名前なんだけど二人でいつも見てた桜っていう字を入れたいんだけど、どうかな。俺、桜。ああ、図書館から見えてたやつか。暇でずっと眺めてたなわら。綾子、そう何か考えておいてね。俺、わかったよ。今はゆっくり休んでてわら。ほのぼの会話をしてお父さんのところへ戻った。みんなは生まれた赤ちゃんのところにいた。お父さん、お、パパが来ましたよ。俺、赤ちゃん言葉になっとるやん。父ちゃん、女の子もいいなぁ、わら。お父さん、だよなぁ、わら。じいちゃん、元気に生まれてきてよかったよかった。俺、これからも迷惑かけるかもしれないけど、よろしくお願いします。みんなに挨拶をして、綾子のところに行って、雑談をしてその日は帰った。その後、何日かして綾子が退院して、実家に戻るのを見届けてから、俺は仕事のため、東京へ戻った。少し落ち着いたら、綾子も東京へ戻ることに。あ、ちなみに名前はミオデミオになりました。ちょっと休憩します。美しい桜で、ミオか、いい名前だね。昼から泣かせてくれるぜ。続き待ってるけどゆっくりでいいよ。スレ住民も涙なしで見られないみたいだね。イッチが幸せそうで何よりだよ。みんな名前には賛成してくれたのでよかった。その後何事もなく11月に綾子は東京に戻ってきた。地元でしばらくゆっくり子育てしててもよかったんだけど、二人で子育てがしたいからということで東京で二人で子育てすることにした。この後は本当に何もないんだ。事件も事故もなく、あったとすれば父ちゃんと母さんが離婚したくらいかな。俺は18歳に綾子は21歳になった。籍を入れるわけなんだけど、同じ名字なのであまり実感なかったな。ミオは1歳になって捕まり立ちするようになったし、幸せな毎日を送っていた。休学していた綾子だったが、いろいろ考えた結果辞めることになった。俺もそれなりに稼げるようになったし、毎日が充実していた。イッチも18歳になり予定通り籍を入れたみたいだね。イッチと綾子がもともと同じ名字だったのは驚きだね。いわゆる運命ってやつかな。同じ名字の子と付き合ってたのかわら。ゆっくりでいいから続けて。名字同じなのかわら。喧嘩することもあったけど、毎日楽しかった。仕事から帰ると綾子とミオがいて、ミオと一緒にお風呂入って、ご飯を食べて、ミオを寝かせて、お酒を飲んで寝る。ただそれだけが幸せだった。お盆と正月は地元で過ごし、お父さんやお母さんにミオの成長を喜んでもらったり、じいちゃんなんかはわざわざ東京まで遊びに来てくれたり、父ちゃんと一緒にね。2年経ち、ミオが3歳、綾子が23歳、俺が20歳。全てが変わった。平凡に過ごすことに幸せを感じていたエッチ。全てがうまくいき出したはずだった。その日は8月21日だった。お盆の帰省を利用して、綾子が同級生と久しぶりに遊びに出かけていた。俺は実家でミオとお留守番。携帯が鳴った。
ごめん、ここからはあまり覚えてない。お母さんが泣いていた。お父さんは俺と美を抱きしめていた。じいちゃんと父ちゃんは警察の人につかみかかっていた。綾子が交通事故に遭った。あったというか、殺されたんだ。飲酒運転の車に突っ込まれた横断歩道を渡っている最中の出来事だったらしい。即死だった。一瞬にして幸せだった生活が絶望へと変わった。綾子が交通事故で亡くなってしまった。それも飲酒運転が原因で、飲酒運転は本当に怖いわ。本当に忘れたい記憶って忘れるというより、何もなかったと思うようになってしまうんだよね。最初から綾子はいなかった。俺は仕事をして、美桜とお風呂に入ってご飯を作って、美桜を寝かしつけて、お酒を飲んで寝るだけ、起きたらまた仕事へ行く。それだけ。葬式を済ませて、綾子の顔を見ると、いつもの綾子がそこにいた。出産の時に切った髪をまた伸ばして、セミロングくらいに伸びた髪。開くと大きな瞳、もう開かない。俺は涙が出なかった。声も出なかった。お父さんは、美桜はうちで預かるよ。一はどうする？一緒に住まないか？俺は答えを出せないでいた。おじさんは、しばらく休んでいい。お前の気持ちをわかるとは言えない。だけどそんな状態で仕事に来て、怪我でもされたら、俺は兄さん、お父さんになんて言えばいいんだ。すべて片付き、俺は身を置いて東京へと戻った。家のドアを開けると、いつもの風景だった。何も変わっていない。靴を脱いでいると、廊下の奥から綾子が顔を出して、おかえり。聞こえてこない。俺は玄関で声を上げて泣いた。そのまま上がり、家の中をめちゃくちゃに壊した。全部壊した。家族3人の写真もすべて壊した。通報されたらしく、警察と親がうちに上がり込んできた。俺はまだその時暴れていたらしく、警察の方に怪我をさせてしまった。そのまま連行され、事情を聞かれたが、何も話す気になれずに、時間だけが流れていった。ほどなくして、おじさんが来た。おじさんは何も言わずに、俺の頭をポンと撫で、警察の方に事情を説明して、怪我をさせてしまった警察官に謝罪と、治療費を払うからと連絡先を教えていた。俺はそれを見て、何も感じなかった。どうでもいいから、綾子に会わせて欲しかった。解放された俺は、おじさんの車に乗せられ、そのままおじさんの家に連れて行かれた。おじさんは何も言わなかった。俺も話す気になれずに窓の外を眺めていた。おじさんの家で寝かされ、次の日、昼過ぎにお父さんが来た。お父さん、家、見てきたよ。これはちゃんと持ってなさい。三人で撮った写真だった。お父さん、俺が弟と話してくるから、一はこのまま地元に帰ってきなさい。どうでもよかった。俺、一回、家に帰りたい。俺はめちゃくちゃにしてしまった家に帰りたかった。お父さん、俺も一緒に行ってもいいか？俺、もう暴れないですから、一人にしてください。わかったとうなずき、おじさんに送ってもらった。俺は家に入り、めちゃくちゃになった部屋を見て、また泣いた。せめて一緒にいた空間を、きれいにしようと思って、自分でめちゃくちゃにした部屋を、片付け始めた。いろいろ片付けているうちに、綾子のものもたくさん出てきた。すごい分厚い手帳だった。年季の入ったボロボロの、日記だった。高校1年の時からの、日記。俺は片付けを中断して、少しずつ読んでみることにした。221。日記はあかんやつやで。日記はあかん、あかんよ、これはまずい。泣いちゃうよ。今手元に日記があるので、抜粋して書いていきます。初めの方は俺と出会ってないのから、日常のことが書かれていた。日記は進み、高校2年。8月8日。今日は友達とプリクラを取りに行ったら、中学生にナンパされた。最近残ってませてるね。パッと見、同い年くらいかと思ったら、中学生2年生だったよ。やんちゃな感じで身長がすごい高かったな。無理やりピッチの番号聞かれて、つい教えちゃったしね。夏だから開放的になってたのかな。今さっきメールが来たんだけど、今度遊びに行こうよって。積極的だね。8月14日。この間ナンパされたこと、またあった。場所は同じゲーセン。一人で座ってタバコ吸ってた。その子は気づいてなかったから、後ろから驚かせてみた。すごいびっくりして、慌ててタバコ消してた。何してるの？って聞いたら、私に会えるかなって嘘くさい。ちょっとドキッとしたけど、一緒にプリクラ撮ろうって言われて仕方なく一枚撮ったよ。その時のプリクラが貼ってありました。日記の抜粋はもう少し続きます。一つだけ聞きたい、その日記内の、わらは彼女が書いてたのか、一が転載するときに付け加えたのかどっちだわら。227。わらと何回文字とかマークとかです。8月19日。この間ナンパされたこと、ちょくちょくメールしてるんだけど、びっくり、名字一緒だったよ。結婚して離婚してもバレないね、だってさ。明後日遊びに行くことにした。ちょっと面白いね。8月21日。今日は一くんと一緒に図書館に行ったよ。すごい暇そうだった。私の隣で絵本読んでたよ。つまんないでしょ？って聞いたら、そんなことないよ、絵本すげーって言ってた。8月29日。今日は買い物に一くんを連れ回してみた。そろそろ飽きるかな？そんな風に思ってたんだけど、すごい楽しそうだったよ。私が服とか見てても、隣でニコニコしながら、似合うよ可愛いとか言うから恥ずかしかった。9月3日。ちょっと熱っぽいから、一くんとメールだけしてた。なんだろ、ちょっと会いたいな。
でも、年下だもんな。9月9日。今日は誕生日。みんなにお祝いもらっちゃった。一くんとはわざわざ学校の校門で待ってた。けなげだ。一緒に買い物に行った時に可愛いなって思ってた。ピアスを買ってくれたよ。でも、私耳に開いてないんだよね。学校厳しいし、そのうちかな。でもすごい嬉しかった。ありがとう一くん。日記には綾子の性格を表すような綺麗な字で一致との思い出が綴られていたみたいだね。ここからだらだら日記が続いて1年飛びますね。9月20日。今日も一と遊んでた。遊んでたって言っても、図書館で勉強している私の隣で、絵本読んでただけなんだけどね。来週柔道の大会らしい。応援に行ってあげようかな。9月23日。今日は一の大会だった。柔道ってなんか臭いイメージあるじゃん。そのまんまだった。男臭い。でも一かっこよかったよ。個人戦で優勝してたし、団体戦惜しかったね。私を見つけてすごい手振ってくれてた。恥ずかしかった。これで中学の部活は引退だね。お疲れ様。10月4日。びっくり。パパがいつも遊んでるその一くんを連れてきなさい。お父さん会ってみたいよって。一大丈夫かな、明日会うから聞いてみよう。10月6日。昨日は一がうちに初めて来たよ。すごい緊張してたみたい。それで発見。私に告白した時もそうなんだけど、一は緊張すると耳を触るみたい。パパやママと話すときずっと耳触ってた。それでご飯一緒に食べてパパと温泉行くことに。遅くまで一緒にゲームしてその日はパパの部屋で寝たよ。楽しかった。10月7日。パパが一のこと気に入ったみたい。教えてあげようと思ったけど調子に乗るから言わない。この時から綾子は一の耳を触る癖を見抜いていたみたいだね。10月11日。受験が近いね。私は東京の学校に行きたいけど、一はこれから高校生。困ったね。切ないけどニヤニヤしてしまう。切なくて飯が喉を通らねえ。まだまだ日記は続く。3月7日。卒業、大学も受かったし、春から大学生だ。それで一にちゃんと自分の気持ちを伝えたよ。泣いちゃった。しかも一、わざわざ卒業と進学祝いに指輪買ってくれた。新聞配達したんだってすごいな。春から離れ離れになっちゃうけど、大丈夫かな。こっちにいる間はずっと一緒にいようね。4月21日。一が大学になった。まだ一からは何も聞いてないんだけど、パパが教えてくれた。俺がちゃんと怒っといたから、あんまり責めてやるな。そう言われちゃ何も言えないよね。それで、一がこっちで仕事をすることになったみたい。すっごく嬉しいんだけど、ちょっと複雑。こっちに来たら怒ってあげよ。4月29日。一が来たよー。空港で泣いちゃった。恥ずかしい。でも、やっぱり寂しかったから。あえて怒りよりも嬉しさが勝っちゃったのかな。あんまり怒らないであげたよ。5月2日。今日は日記を書く気分じゃないので、今度書く。5月3日。一は仕事も決まって、少し安心したかな？なんかどうせ言っていいね。掃除と洗濯やってくれる一を見てキュンとしちゃった。6月3日。ついに今日からダーリンが仕事へ行きました。さすがに慣れないから疲れて帰ってきたね。今夜はよしよししてあげよう。11月3日。生理が来ない。まさかね。12月7日。風邪ひいた。なんか微熱が続くんだよね。一に移しちゃまずいからおとなしくしてよっと。12月18日。できちゃった。病院行ったら10週目だって。うわぁ、どうしよう。一は嬉しいような困ったような顔で。どうしたい？って、産みたいって言っちゃった。一はまだまだこれからだから、私に縛っちゃうのはかわいそうだと思ったけど、ずっと一緒にいたい気持ちが強いから、ごめんね。12月30日。帰省するよ。帰ってきたら日記再開しよう。1月7日。帰ってきました。いろんなことあった。一、よかったね。みんなに認めてもらえて、一のパパもおじいちゃんも大きくてびっくり。一より大きいなんてね。この子も大きくなるのかな、楽しみ楽しみ。3月12日。実家だよ。今日からこの子もが生まれるまで実家で待ったりします。やっぱり実家は楽だね。一に会えなくて寂しいけど、少しの間だし、毎日電話来るしね。6月20日。今日は一の誕生日。一緒にいてあげれなくてごめんね。プレゼントはピアスで、二人で一個ずつ。あとお腹のエコー写真。もうすぐ生まれてくる。早く出てこい。8月2日。もう生まれるね。一もこっちに来たしね。私は一と会ってすごい幸せだよ。この日記は誰に読ませるためのものじゃないけど、もしも私に何かあったとしたら、この日記を子供に読ませてほしいな。どれだけ私が一に愛されてきたかっていうことと、その子がすごい周りから祝福されて生まれてきたかってことを知ってほしいな。でも一に読まれるのは少し恥ずかしいな。一、大好きだよ。これからもよろしくね。家族三人幸せになろうね。日記を読む一はとうとう我慢できなくなり、ごめん、ちょっと涙止まらないので中断します。きつい。これ自分で打ち込んでや泣きたくなるわな。会社なのにもらい泣きだ。ダメだ、涙が止まらん。仕事に戻るわ。これにはさすがにスレ住民たちも涙腺が崩壊してるみたいだね。1、あやこたんとみおたんは仮名。244、あやこは仮名ですが、みおは本名です。娘のみおが本名だと明かした。1、改めていい名前だね。
この後にも日記は続くんだけど、ミオの成長の話がメインなんだ。この日記を見た俺は、ミオのそばに戻りたくなった。アヤコと俺が愛したミオのそばでずっとミオを守ろうと誓った。地元に帰って、父ちゃんのお手伝いをしながら、ミオとお父さんたちと一緒に住むことに。その時にお父さんに、これからミオと一緒に生きて、生きたいことを伝えた。しかし、答えは予想外の答えだった。お父さん、一はまだ若い、これからいろんな出会いがある。ミオはうちで引き取る、君は君のために生きなさい。でも、俺はミオのそばにいたいんです。長い沈黙の後、お父さん、じゃあ、君が誰かを幸せにする日までお願いするよ。やはりお父さんはエッチのことを何よりも大切に思っているからこそかけられる素敵な言葉だね。お願いってそういうかとか、繋がったな。すごく人格のできたお父さんだね。俺はミオのために親父の元で必死に働いた。お父さんの勧めで公認も取った。行政書士を2年がかりで取り、休みの日は全部ミオのために使った。この時に14歳、ミオは7歳になっていた。娘のために全力で働く、イッチ、かっこいいよね。24の夏に、じいちゃんが心筋梗塞で、言った。俺の味方であり、良き理解者だった。ミオもすごい懐いていたので、葬式は辛かったな。実はこの時に、ミオの通っていた幼稚園の先生と付き合っていた。自分にミオがいること、アヤコの存在すべてを話して、それを受け入れてくれた人だ。お父さんにそのことを話すと、よかったじゃないか、今度連れてきなさい、なんて言ってくれて、嬉しかった。ミオの通ってる幼稚園の先生と付き合うことになったというイッチ。その先生も全てを受け入れてくれる寛容な人でよかったね。そして去年の11月に、そのことお父さんに会ってきた。お父さんはいきなり、ゆうこさんは幸せですか？ゆうこ、はい、わら。お父さん、そうですか、一応よろしくお願いいたします。彼は血こそ繋がっておりませんが、私たちの大事な息子です。もしこの武将の息子がゆうこさんに、何かご迷惑をおかけになったら、いつでも言ってください。しっかし、説教させていただきますので。ゆうこ、わかりました。私はイチさんもミオちゃんも大好きなので、いろんな事情があることを知っても、それを受け入れて3人で仲良くしていきたいと思ってます。私こそよろしくお願いいたします。俺は黙って見てた。嘘、少し涙ぐんでた。そして、新しく新居を建て、2012年3月1日にプロポーズをしてきました。返事はその場で、よろしくお願いします、だった。ミオも喜んでたしね。プロポーズした翌日にアヤコにミオと一緒に報告をしてきたよ。お父さんは約束果たしてくれてありがとう。一は俺たちの息子なんだから今まで通りな。これからもよろしく頼む。そう言ってくれた。お父さんにミオと一緒に生きていくということを伝えたら、当たり前だろわらと笑っていましたわら。どうやら俺を奮起させるための言葉だったみたいです。お父さんはイッチのことは全て理解してるんだね。たくさん悩みましたが、どうしても一言で言い表せなかった。あやこと出会ってからの11年、本当にいろいろあった。でも、今幸せです。ミオも笑ってくれてる。俺も笑えるようになった。俺が愛したアヤコは日記の言葉だけど、幸せだったんだ。今年で俺は27歳、ミオはもう10歳。すごい若いパパでごめんね。これからもミオずっと守っていくよ。ああ、本当にいろいろあって幸せになった。長くなりましたが、ここで俺とミオとアヤコの話は終わりになります。日記は事務所の金庫に保管してます。ミオは最近、お父さん臭いという言葉にハマっているようです。誰が教えたんだ？父ちゃんは今オーストラリアにいます。永住してます。お父さんは今一の教育委員会にいます。お母さんは女子校の学長です。俺は幸せです。辛いこともたくさんあったけど、周りに恵まれ幸せだと、ゆういっち。お付き合いいただきありがとうございました。ご自立時、文才がなく非常に読みにくかったと思いますが、ご容赦ください。何か質問があれば答えていきます。ここで続々とすれ住民たちから質問が、周りに恵まれているね。一おつ。ところで探偵ってもうかんの？わらわら。259。そこそこですかね。田舎に土地買って家を建てれるくらいです。一おつ。お父さん素敵だな。新しい奥さんっていくつ？261。お父さんは偉大です。ゆうこは22です。途中で今でもギリ父とは連絡を取り合ってるのかなと思ったけど、バリバリだなわら。みおちゃんの身長とかどう？日記に大きくなりそうとか書いてあったけど、まあ10歳じゃこれからだろうけど、262、143センチだそうです。かなり大きいです。探偵と業者両方やってるの？263、はい、両方です。今もみおちゃんのために頑張ってるんだね。結婚披露宴はどうするの？お父さん、お母さんが、一のメイン扱いで良さげだがわら。274、身内だけでやる予定です。途中で釣り宣言してほしいくらい切なくなったよ。これからあやこさんの分まで幸せを、掴んでくれ。見逃してたらすまん。一もあやこさんも一人っ子？275、一人っ子ですよ。日記は誰にも見せてないの？最終的には、みおちゃんに渡すのだろうけど。お父さん、お母さんにも読ませてほしいな。276、いずれみおに渡すつもりです。お父さんにはどうかな。では、七市に戻りますね。ここに書くことによって、ちょっとした気持ちの整理になりました。聞いていただいてありがとうございました。この言葉を最後にこのスレを、去った一致。
どこかで幸せに過ごしてるだろうな。お幸せにな、お幸せに。不良だったエッチが中学生の時に一人の女性に出会い、人生が変わった話、どうだったかな？大切な人は明日急にいなくなるかもしれない。大切な人との時間は当たり前じゃないからこそ大事に過ごさなければいけないね。今エッチはどこで何をしているかわからないけど、きっとゆうこさんとみおちゃんと幸せに過ごしているはずだよ。このチャンネルでは毎日涙がポロッとこぼれる感動する動画を配信しているよ。少しでも感動したらいいねとチャンネル登録してね。